はい、こんにちは。これ見てください。タライロンと、タライロンというか、まあ、タライラなんですけど、プレコとね、今入れて3日4日ぐらいかな、経ちましたけど、一緒に生活してます。あとこの金魚もね、あの5匹入れたんですけど、もう2週間ぐらい経ってるんですけど、減らないですね。2匹は死んで、金魚死んでピラニアが食べたんかな、なんかそんな感じだったけども、ここにピラニアのとこに入っても金魚一緒に泳いでますわ。餌のなんか、餌と思ってないんですかね、認識してないんですかね。まあタライーラーかタライロンかホーリーかなんかわからないですけど、この魚ねもらったんで、まあ、みんなが言うにはこう飛びついてくるシーンとかありますやん。あんな一切ないですね。いつもワカサギあげてるんですけど、冷凍の上の方にあるもんしか食べないんですよ。下に固形のやつ落としても食べないんですよ。ほんで乙姫も上のやつだったら食べるんですよ。で生き餌をねあんまり食べてないかもしれないんで、金魚とか全然もう攻撃しないですね。どうなってるんでしょうか。僕が思うにはこの何でもいけそうな気がしてきましたね。あとこのピラニアとブラックピラニアですけどね、これは無理ですかね皆さん。これとタライーラ、タライロンって言わせてください。タライロンとの婚姻ね、ダメそうでしょうか皆さん。はい、こちらもね、まあペットボトルはありますけど、まあ小競り合いもなしに、ちょっとやられてるかな。いや大丈夫かな、こっち側は大丈夫だ。左側はちょっと、でも尻尾とかはあんまりどうもなってないような気がしますね。あ、ちょっと欠けてるかな。はい、まあ尻尾を大体ねやられるんですけども、アロワナの婚姻ね、2匹なら大体喧嘩するということです。まあシルバーと、化石類は結構いけるパターンが多いですけども、まあこれ見て分かるようにね、ちょっと鱗がね、これは怪我かもしれないですけどね、もしかしたらどっかぶつけたりして、どっちもねヒレが綺麗ですんで、もうあれからかなり経ってます。認知がね、2週間は経ってないと思うけど10日以上は経ってますね。もうここは婚姻ねできてるということなんで、やっぱり婚姻っていうのは今日は何が言いたいかというと、絶対がないというかね、皆さんの判例じゃないわ症例でもないわ、例をね、結構挙げてもらってますけども、まあ、全てその人の体験をしたことがやっぱりね、記録なので、あかんかった人はあかんかった、行けた人は行けた、僕の場合今日は行けたという動画ですね。判例です判例、はい、そうです。だからあかん風に調べたらあかんのが出てきますね、ネットなんて。でできましたよって言ったらできたもんしか、もう全てのことにおいてね、その病気でも何でもそうじゃないですか、ね、治りましたよとか治らないですよと、普通の人間の病気でもね、そういうことで、まあ、カラプロと何か入れたら絶対に舐められる、でもここ舐めてないんでいけてますし、でオスカーとアロワナはどうかなとかいうこともあるでしょ、はい、またオスカー同士はどうですかとか、やっぱりみんなね自分のそのちょっとした経験を書いてくれるんで、全てが正解じゃないんですよね、と思います。まあこっちのね水槽もそうですけどもね、今さこの前まで喧嘩しなかったんで、ここやられますからね、やっぱりオスカーがずーっと仲良かったのに、いきなりダトニオがこうやりだしたりね、まあ傷も治り早いですけど、もう治ったからいいんですけど、また戻したらやられるんで、もうこれもちょっとね、どっか分けるか売りに出そうかなとか思ってるんですけどね。30センチはないと思いますけど、27、8センチのオスカーです、ね、はい。だから今ここでね、この前もこのナマズがね、レッドテールがこのレッドにやられとったんですよ。レッドがレッドにやられとったんですよ。でも今治ってますんで、隔離を1週間したらまたしなくなったりするんですよ。不思議ですよね。はい、そういうことで今日は絶対がないという話でした。はい、皆さん、だから私はピラニアと何、タライロンを一緒にやってみたいなと思いますけど
炎上目的で やってみようかなと思ってますけどダメですね。だから亀なんか一匹がいればいいですよ。でこれスッポンと一緒に生活してますからね。一緒に寝てませんよ。でスッポンと仲良く、これ見えます、これスッポンです、ね、スッポンと今もう枕にしてますからね、スッポンを。はい、見えないですかね、スッポンをね枕にしてます、これでスッポンを。はい、そういうことで本営はやってみないとわからないということです。ここなんか見てくださいよ、ちょっと汚れてますけど、金魚とあれですよ、ヒーターもまだ入れてないですよ。なんですかあれショートボディのね、はい、向こうのバルブですね、ショートフィンバルブでしたっけ。はいね、生活してますからね、一緒にずっと仲良く。そういうことです、皆さんやってみましょう、怪我のないように。